ドンチャリウス。はい、ということで今回なんですけど、ここしばらくの間あんまプライベートで、服とか、まあ、ファッション関係のもの買ってなかったんですけど、まあ、基本的に僕自分のお店でね、買っちゃうんでプライベートのお買い物はあんましてなかったんですけど、まあ、この夏、まあ、ここ 1,2 ヶ月くらいで、まあ、ちょくちょくプライベートで、買わせていただいて何個かね、たまりましたんで、まあ、せっかくならということで、紹介しようかなと思いますし、あとは先に言っちゃうと今回紹介するのは全部ファッション小物というか、まあ、バッグとかリュックで、結構コメントとかインスタの DM とかでもなんかおすすめのバッグとか、あとは通勤通学にいい感じのイケてるやつありますかっていうね、質問結構いただくので、まあそれも兼ねて、紹介していこうかなと思いますっていうことなんですけど、とりあえずね、僕今までバッグはあんまお金かけてこなくて、まあとりあえず今回はちゃんとしたバッグ買ったんですけど、今回今から紹介するバッグを、買う前までね、めっちゃ使ってたね、クソみたいなポンコツみたいなゴミクズみたいなバッグあるんで、それをとりあえずね、紹介しようかなと思います。ということで、ちゃんとね持ってきたんですけど、はい、こちらですね、僕が今まで使ってたのは、はい、こんな感じです。まあ見ての通り、何の変哲もないただのね、黒のショッピングバッグで、まあこういう感じでね、もうこの辺とかもちょっともうほつれてきちゃってみたいな感じなんですけど、まあ一応これがブランドが、Amazon オリジナルというね、まあ知ってる人がどれくらいいるか分かりませんけど、まあ一応 Amazon というところで買える、まあ3枚で、まあ、3個で1000円ぐらいの、クソ安い、やつです。これをね、こうやって普通に使ってました。ということでね、まあ、この、ゴミクズみたいなバッグ、の紹介を終えたところでね、早速今回買ったものの、いい感じのバッグをね、紹介していこうかなと思います。ということで、とりあえず1つ目なんですけど、はい、まずこちらですね。はい、バーンということで、はい、はい、こんな感じなんですけども、はい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 、ということなんですけど、まあパッと見でお分かりの方も多いかもしれないですけど、一応マルジェラのちょっとシーズンが分からないんであれなんですけど、一応どこで買ったかっていうと御殿場のアウトレットで、買いましたということで、一応買ったのが8月くらいだと思うんで、多分、まあ、8月にアウトレットに落ちるってことは、まあ、21年 SS のアイテムなんじゃないかなと思うんですけど、まあ、一応こういうショルダーバッグというか、まあ、手提げ系のバッグです。で、まあ、デザイン的には一応レザーとこうスカーフのドッキングみたいになってまして、まあ、こんな感じですね、作り的には。ちょっとね、分かりづらいかもしれないんですけど、まあ、結構こう布が持て余されてて、もうくるっとこう裏側までくるような、作りになってます。こういう感じで、はい、まあ、前から見ると普通の、スカーフ、まあ、古文柄のね、こういうちょっと幾何学っぽい、柄で、後ろはこうレザーで切り替わってるみたいな、感じのバッグです。はい、こういう感じで、まあ、なんかこのつなぎ目というか上の肩掛けの部分はちょっとよそ行きバッグっぽい感じで、ちょっと縛ってね、つなげてある感じなんですけど、まあこういう感じです。どうすかね、これちょっといけてないこれどうすか、ちょっとね、パッと見じゃマルジェラとは分かりづらいんですけど、まあここに、まあ、大々的にマルジェラとは書いてあるんですけど、光沢感といい、まあこの柄といい、あとはこうこうやって持った時とか、このヒラヒラ感と、あとはレザーがドッキングされてるみたいな、このまあ異素材のミックスだったりとかがめっちゃいいなと思って、まあ、サイズ感もめちゃちょうどいい感じで、なんかちょっとしたお出かけとか、まあ、なんか泊まりでとかってなるとちょっと厳しいかもしれないですけど、まあ、通学とかにはめちゃくちゃちょうどいいかなと思いますし、めっちゃイケてるんじゃないかなと思います。どうすか、かっけーということで、まあ、一応ね、値段が定価が15万くらいだったかな、なんですけど、なんとね、半額で7万5千円くらいで買いました。安い。なんか最近マルジェラの公式のホームページみたいでまだ定価で、15万で売られてたんで、なんかこれもしね安く買いたいって人はね、御殿場に行ってみてください。まだあるかは分かりませんが、まあそんな感じです。どうすかこの感じ、これをね、なんかめちゃくちゃカジュアルなスウェットとかに合わせてね、使いたいなと、勝手に思ってますっていうのが、まあとりあえず一つ目のバッグです。一応内側もね、別ポケットというか、こういう感じでカレンダータグも、ついてまして、ここに、内側のポケットももう一個ついてるんで、まあ、中もすっげえごちゃごちゃになるってことはないかなと思います。まあ分からないですけどまあそんな感じです。これをねガンガン使っていこうかなと思いますっていうのが、一つ目でした。で、続いて二つ目はちょっとリュックいこうかなと思うんですけど、はい、最近買ったリュックこちらです。じゃーん、ということで、はい、こういう感じで、はい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 、はい、まあ、一応ブランドというかは LLB のリュックでして、まあ、見ての通りね、こうスッケスケのメッシュで、
できてるリュックなんですけど、一応90年代の、まあ、オールドの LL ビーンのリュックです、まあ、結構ねサイズも、デカめでみたいな感じで、まあ一応こう外にもね別のポケットがついててみたいな、はい、こういう感じになってます。まあ夏用というか夏のレジャーとかアウトドア用の海行ったりして、まあ濡れたものそのまま入れても通気性も良くて乾きやすいしみたいな、まあそういう向けのリュックかなと思うんですけど、まあこれなんで買ったかっていうと、まあもともとねメッシュのバッグ欲しかったんですけど、今までグレゴリーのね僕花柄のリュックを高2ぐらいからねずっと使い続けてて、でめっちゃ気に入ってたんですけど、それをね最近仮パクされまして元カノに、はいということでちょっとねいっぱい荷物入ってなおかつちょっと変わり種のというか、なんか透けちゃうみたいな、ちょっとエッチなねバッグが欲しかったんで、今回買いました。まあ夏用ではあるっちゃあるんですけど、まあ普通になんか中透け透けで見えちゃうけど、まあオールシーズン使おうかなと思って、まあなんかちょっとした旅行とかに、これ持ってたらかっこよくねと思って、まあシンプルにデザインも好きですしっていう感じで、買いました。ちなみにね値段は3万ぐらいしました。高え。普通に新品というかデッドストックとかでもなく普通に郵送の状態で買ったんですけど3万ぐらいして、でなんかこれねずっと探してて、で探してる過程でもうね8年くらい前のなんかどっかの古着屋さんがこれを、が入りましたよみたいな入荷のブログみたいの見たら、その時はね当時5000円ぐらいで売ってて、これこの8年でね3万まで跳ね上がっとるという感じで、まあ値段は気にせずもう欲しかったんで買いました。はい、こんな感じで。どうすか、これかっこよくないと思って、これをちょっとなんかなんだろうな、真冬とか あと泊まり行った時とかも普通にこっからパンティー見えちゃうみたいな、見えちゃってるみたいな感じでラフに使いたいなと思って、買いました。はいはい、こんな感じですっていうのが、2つ目で、最後ね3つ目なんですけど、今回3つ買いまして全部バッグなんですけど、3つ目がはいこちらですね。はいはい、今度またショルダーバッグっぽい、ものなんですけど、はいこういう感じです。どうだろう、どこが正面なんだろうここかな。はい、こういう感じで、はい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 、ということで、まあ、一応ブランドが GR10K の、バッグです。結構大きめのもので、まあ、デザイン的には一応こう裏返しというかインサイドアウトではないか、まあ、裏返しで、使うように設計されてまして、まあ、そこに一応なんかこういうなんだろう、これシールなのかな、なんかちょっとしたプリントみたいのが入ってて、これ何なのか僕よく分かんないんですけどとかあとはまあタグとかも表に出ちゃっててっていうのと、あとはこの取っ手のショルダーストラップというかストラップの部分が全部で6個、うん8個、うん6個か、多分6個ついてて、ここに1個で逆側にもう1個で反対側にも1個2個っていう、まあ、長いのが4つついてて、でその間に、短いのがこう2つついてるみたいな感じなんで、まあどことどこを持っても、なんかこう持てるみたいな感じなんですけど、このストラップのついてる部分が普通は、まあ、この短いのはちゃんと普通の位置にこうバッグのこう真ん中についてるんですけど、こっちの長い方はなんか四隅についてるんで、これを持とうとするとね、どうしてもこうちょっとねバッグの形が、まああえて崩れるように設計はされてると思うんですけど、ちょっとクシュッとなるというか、こういう感じになるように作られてるんだと思います多分まあまあまあそんな感じ。あとはまあ一応ねこの口の部分にもドローコードがついてるんで、まあ絞れるしみたいなっていうところはあるんですが、これいかんせんね内ポケットがないというか1枚布でこうできてるんで、中でね物がぐちゃぐちゃになりますまあそれさえ気をつければ、まあ、なんか色もねちょっとダークブラウン、まあ、カーキっぽい色もちょっとありつつ、結構渋めのサビっぽい色というか、でもちょっと使っちゃってるんでね割とシワ入っちゃってるんですけど、結構どのスタイリングにも合いやすいかなと思いますし、まあ、容量もあるんで、まあ、1泊とかだったら全然これでいいのではないかなと思います。これもねさらっと使ったらかっこいいかなと思って、こんな感じで、はい、まあ、これは出張とかなんかちょっとした時に、使おうかなと思って買いました。ちなみに値段は、1万4000円ぐらいでした。非常に安い。まあ、これを買った経緯としてはなんか東京に出張行く機会がありまして、で展示会だったんですけど、なんか展示会行くのにさっきのねゴミみたいなこのアマゾンのバッグで僕東京行ってて、これじゃちょっとさすがに行けてないなと思って、まあその仕事の時間まで時間あったんで
あの近くのセレクトショップというか、まあ、新宿のフォーワイドっていうセレクトショップ行ったんですけど、まあ、そこにね置いてあって、おめちゃいいやと思って、その場でね買って、その場でもうあの切り替えてみたいな感じで、使わせていただきました、というか買いました。はい、ということで今回は、まあ、僕の最近の購入品紹介ということでね、バッグを3つほど紹介したんですけど、どうですかね。僕的にはね結構どれもジャンルが違う良さがあってね、めちゃ満足してます。なので、まあ参考にしたい方がいるかは分かりませんが、まあなんか似たものを探すなり同じものを探すなり、していただければなと思います。ここからね、こいつらをガンガン使っていこうかなと思います。特にマルジェラのやつはね、もうこれボロボロになるまで、使ってやろうかなと思ってますんでまあその変化もね動画の中でお楽しみいただければなと思います。はい、とまあね今回そんな感じでした。また